西、この人の髪型どうやったらできるの？クレマルの浅見めいちゃん。これ結構可愛いですよね。でインナーカラー、まあ、今季はそこまで流行らんかなと思うんやけど、結構ね、上までインナーカラーしてるから、この表面だけ黒にして、あと中をハイトにしてるんだけど、前後は狭くしたりとかでも全然コントロールしていいんだけど、やっぱこのミディアムのスタイルはめっちゃ可愛いですよね。ここでちょっとくびれて、外羽みたいな。色は結構いろんな人にできるかなって言ったら難しいかもだけど、ヘアスタイルとしてはすごいいいかなと思います。これ顔の形で気をつけないとダメなのは、前髪の作り方が重要で、丸顔さんは絶対前髪ワイドバンドにしたりとか、あんまり短すぎたらもう余計丸く見えちゃうから、薄めにするか狭めにしてください。で、逆に面長さんとか、縦に距離を感じる顔の人は思い切ってワイドバンドにしてあげる方がいいと思います。ここのくびれのレイヤー系のスタイルっていうのは首が細く見えるんで、外羽ちゃんと入れれる長さで顔周りだけレイヤー入れてあげたりだとか、サイドだけレイヤー入れてあげる方がいいかなと思います。さらに質感の作り方なんだけど、オイルであんまりベタベタにしすぎると色が綺麗に見えなくなるんで、バームとかの方が扱いやすいかなと思うし、はいはい、程よい毛束感があった方がスタイルとして完成度が高いんで、バームの方がおすすめだと思うので、ぜひ参考にしてみてください。